ジャンマリ・ルシアン・ピエール・アヌイは、フランス出身の作家、脚本家、劇作家。パリ大学中退後に、ジロデュに傾倒し劇作を志す。非常に多作であり、多様な儀曲を残している。数多くの辛辣な喜劇作品や、他の作品は、ソフォークレスの儀曲の現代的本案である、代表作、アンチホーヌに見られるように劇的な調子を帯びている。アヌイは自らテーマによって、 自分の作品を分類した。例えば、バラ色儀曲と黒色儀曲のようにである。前者は、泥棒たちの晩餐会に代表されるような喜劇集であり、後者は、ユリディス、アンチゴーヌ、あるいは、メデのように、平凡な人々に囲まれた、英雄たちを、しばしば神話にそう得て、重おもしく描いた作品を収めている。他には、輝ける、キシム、仮装、バロック、 我が失敗といった分類がある。第二次世界大戦後には、劇中劇を扱った入れ子構造の作品、ハトを扱う、輝ける儀曲、ついで、気の毒な人など、風刺喜劇を収めた、キしム儀曲を発表した。同じ時期に、アヌイは、紛争劇において、義務の名のもとに、自己犠牲を果たした輝かしい人物たちを扱っている。例えば、祖国に身を捧げた、ひばりのジャンヌダルクや、 神に身を捧げた、ベッケットあるいは神の栄光のトマス・ベケットのような人物たちである。劇作家晩年まで滑稽と皮肉を織り混ぜながら、アヌイはバスク人の血を引き、ボルドー近郊の小さな村セリゾールに生まれた。彼は仕立て屋であった父親から、丁寧なものづくりとそれに対する誇りを学んだと考えていた。彼の芸術への系統は、 バイオリニストであった母の影響であったかもしれない。同時期にシャプタル高等中学校に学んだジャンルイバローはアヌイのことをシカメツラのいささか気取った少年として記憶している。アヌイは法学生としてパリ大学に所属したものの18ヶ月後に学業を放棄して広告の職を得る。彼はこの仕事を好み広告コピーを書きながら短くて的確な表現。 言語の美徳を学んだ。アヌイの書いた30作の儀曲は、世界中で評価され上演されている。1932年、最初の儀曲、エルミーヌは成功とは言えなかったが、彼はそれに続く作品を発表していく。下作を続けながら何年も貧困に苦しんだ後、大俳優、演出家であったルイ・類十ベの秘書となる。しかしこの荒々しい雇い主と馬が合わないことに、 気づくと劇団を後にする。ナチスドイツのフランス侵攻の間、アヌイは公に政治立場を示すことはなかったものの、ソフォークレスによる古典作品の本案であるアンチゴールを出版する。議曲は暗誘的な態度でナチスとのコラボラシオンを批判するものであった。基本姿勢としては政治から離れたところに立ちながらも、アヌイは1950年代には、 シャルル・ド・ゴールとも対立している。1964年、アヌイの儀曲、ベケットの映画化作品、ベケットが成功を収めた。脚本家、エドワルド・アナルトはア,アカデミー賞脚色賞を受賞している。ありがとうございます。